こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日はまっすぐ振り返るというテーマでお話ししていきます。昨日ですね、私のコンサートおかげさまで無事に終わりましてですね、来て、くださった皆様、そしてお伝えくださった方々、本当にねありがとうございました。さあ、で一つね、こういう会が終わるとですね、やっぱりまあいろいろこう振り返ることね、こう気がつくこといろいろ出てくると思いますね。で、まあね、良かったこともあれば悪かったこともある、うまくいったこともあればうまくいかなかったこともあるね。そういうのはまあどんな場合でも必ず両面って出てきますよね。で、まあそういう時にですね、やっぱりそれぞれを冷静に見てね、振り返るっていうことはね、結構大事なんじゃないかなと思うんですね。で、演奏なんかだと、あんまり、例えば、うまくいきすぎて、有頂天になるなんていうことはね、少ないかもしれませんけれども、ものすごく大成功したとしてもね、やっぱりあまりそっちに、こう、気持ちが、引っ張られすぎないようにするっていうことも大事だと思うんですね。もちろん、うまくいったことを喜ぶっていうのは必要だと思います。それはそれでいいんですけども、あんまりこう、そっちばっかりにこう、行くんじゃなくて、ね、そういう時こそ、ちょっと冷静になって、ね、あまりうまくいかなかった部分もちゃんと見てみるっていうことは大事なんじゃないかなと思うんですね。で、逆にですね、ものすごく失敗したって言ってね、すごくこう落ち込んでしまうような時っていうのもあると思うんですけども、だけど、そのうまくいかなかったことね、そこをちゃんとまあ反省してですね、で、何が良くなかったのか、原因は何なのか、じゃあどういうふうに対処していったらいいのかっていうね、そういうふうにやっぱりこれも涼しくですね、こう冷静に振り返って、ね。で、ですね、今後に生かすっていうことですね。はい。まあ、それが本来の反省だと思うんですけども、今後に生かすことなく単に落ち込んでしまうっていうのは、まあ、あまりね、それはもう経験が役立ってないっていうことになるので、これはまあ、あんまり良くないですよね。はい。ですから、どっちにも、ね、こう、喜ぶことも大事ですよ。そして、いわゆる反省するっていうことも大事です。ね。だけど、どっちにも傾きすぎないようにするっていうことはもっと大事だと思うんですね。はい。ですから、やっぱり一つ一つ、一回一回のそういうステージ、ね。それがコンサートであれ、発表会であれ、コンクールであれ。やっぱ人前で弾く機会っていうのは、言ってみれば特別な機会ですよね。はい。で、そういう時ね、やっぱりそれすごく貴重な経験になるので、その貴重な経験を、やっぱりちゃんと貴重なものとして、こう、今後に生かしていくっていうことが何よりも大事だと思うんですね。ですから、単に喜んでおしまい、単になんかがっかりしておしまいっていうんじゃなくて、ね、それをいかに建設的に生かしていくか。ね、ここが一番大事なポイントなんじゃないかな。思います。で、建設的にするための、まず第一歩というか前提となるのが、やっぱりバランスをとっていることだと思うんですね。良かった点はしっかり自分で喜びましょう。ね、それしっかり確認しましょう。ね、そしてそれと同じぐらいの、分量というか比率というか比重というかですね、そういうもので、その物差しで、やっぱりあまり良くなかった部分、ね、それもしっかり見ていきましょう。ね、そうすることがね、やっぱり悪かったところっていうのは改善していけばいいわけです。ね、で、良かったからって言って、なんかそこで、なんていうか、あぐらかいてしまうと、もうその後も進歩なくなりますからね。それはそれで、そうすると、進歩がなくなるきっかけになったのが今回の成功となったら、この成功はあんまり意味がないってことになりますから。ね。だから、そういうのもあまり良くないと思うんですね。はい。ですから、バランスよく、ね、振り返る。ね、それをまっすぐ振り返るっていう言い方してるわけですけどね。どんな場合でもこのバランスを取るっていうことはすごく大事なことだと思うんですね。はい。ですから、偏らない。こう、シーソーをね、いつでも同じ方にばっかりこう、かかってるんじゃなくて、やっぱできれば、まっすぐの状態でですね、シーソーがね、どっちも地面につかないような状態でいるのが、ある意味では理想かもしれませんけど、実際にはそういうのほぼ不可能なので、ね、要するにこう、右側が下がるときもあれば、左側が下がるときもある。ね、こう、どっちもあるんだけども、それがね、大体、こう、バランスよくね、できてるようにする。ね、実際シーソー乗った時に、片方だけデーンとお尻ついて、片方常に浮いてるって言ったら、面白くもなんともないですからね。だから両方がちゃんとこう、行ったり来たりして、上がったり下がったりを繰り返しながら、ね、で、その変化を楽しんでいくっていうのが、やっぱり上達の過程だと思うのでね。はい、ですから、そういうことも考えてですね。何かイベントがあった時、終わった後っていうのは、まっすぐ振り返る。バランスよく振り返るっていうことを意識してみてください。私もこれからバランスよく振り返って、今後に生かしていきます。
はい、ということでですね、本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。